ホーク853は、ホルヒ社の車種の1。853は、ホルヒのスペシャリティモデルにして、ホルヒを代表するモデルである。1938ホーク853、スポーツカブリオレ一般的には、スポーツカブリオレと、スポーツクーペが広く、853として知られる。ところだが、製造台数の差からか、リマツヨネや四ドア仕様のカブリオレなどはあまり知られては、 いないパレード仕様や商用トラックなど特装のボディも存在しているためここではごく一般的なものしか掲載しない無論注文でボディ形状の変化をつけることも可能だったようで例えば同じスポーツかぶりオレでもウィンドシールドの形状が違っていたりトランクがあったりリアエンドが異常に長い仕様も存在するわけである ガツ平均およそ33台の累計1877台。この853は、ベースの850を上回る数が生産される、ヒット作となった。アウトウィニオンの代表的なレーシングドライバーである、ベルントローゼンマイヤーは853スポーツ、クーペに乗っていた。ありがとうございます。